隙がない。そう、止まっているから。10時32分でな。さあやっていきましょうか。バイオハザード観光シティツアー、楽して、あ、もうD が退出していない。どういうことだ。もう日本語が喋れなくなってますね。で、セキュリティルームということで、セキュリティルームなのにね、セキュリティルームだけが唯一入ることができるという、もうガバガバルームになっちゃってるんだよね。まあそんなことも言いながらね、ノースルイヤーね、いろいろとやっていきましょうか。じゃあ今回もね、今回はね、ラクーンシティ観光ツアー研究所編ということでございますね。一体誰のシーツなのか。まあ、サイズからしてね、もう相当でかい男の人なのかもしれないですね。うん、190センチ台くらいはありそうですよね。はい。で、まあこのところに、こんなところにブルー、ジャムって、まあ、これブルーベリーと多分ストロベリーだと思うんですけど、レンチンの上に置いてて温まっても大丈夫なの？多分これ、まあ、せめて常温保存だと思うんだけど、これでチンするたんびに多分温まっちまって普通に食えたもんじゃないんじゃないかと思うんですけどね。皆さんどう思います？はい。で、まあ、コーヒーでね、いろいろとあるんですけど、なんだ、これ右の GAM ってなんだ、ガムシロのことなのかな？で、あとはなんか、これ、あれだね、ケチャップライスじゃなくて、なんだ、これなんて言ったらいいんだろう。うん。なんか、わかんねえな、これなんだろうね。うん。まあ、姿勢正しく寝ているということで、こっちはこれ何？これは、あれか、普通に、なんかバッテリーが下に2個あって、で、心電図があって、ピー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 、死ぬなよ。あ、生きてるわ。口がピクピクピク動いてる。この時計は特に何に、針がない。うん、針がないね。あれ注目できたらね、あれね、何年のなのかって、多分でも S っぽいの書いてるから、多分セプテンバー合ってるよね。セプテンバー、セプテンバーラーブ。で、どこにでもある大きい、ここ、ほんとこれ中身が何なのか気になるのか。で、相変わらず焦げない。はい、安心安全のでっかい。で、モニターがブブブブ、あれ？あ、もしかして研究所ここにいたのかな？ピザ食いながら。で、シェリー大丈夫？とか言いながら自分は安全なところにいてさ、ねえ、ピザ食いながら。このかじりかけのね、なんかブームブーム飛んでってるけど、すっげえ画面が汚いんだよな。うん。で、これはあれか、受付のところか。ってことは、ここに、ね、クレアが走ったら、クレアがね、映ってるのかもしれないですね。なんか、あとはなんか、地味に映ってるのがいろいろあったりとかするけど。上に、どんだけ新聞読み溜めてんだっていう感じですけどね。はい。で、傘ね、お忘れなくっていう人がね、多分忘れてってるんでしょうね。そんなこともあるけどね。はい。ということで、じゃあ、アンブレラコーポレーションでいろいろね、見て回りたいというふうに思います。はい。で、トイレ行きたいな。よっしゃ、トイレ行こう。入れないってことでね、まあ、ここにね、あれ、いろいろあるんで。すげえこっち見てる。すげえこっち見てる人がいる。どう思ったら、通ったな。すげえこっち見てる。うん、トイレ行こうかなと思ったら、まあ、非常食だらけでね、残念ながら食うことには困らないけど、排便排尿には困っちゃうっていう状態ですね。食うかな。あ、来た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 。後ろのあのマークがなんかすごいピッチリしてる。あいつはここ開けれんのけ？あいつは開けれない。あれ、あーなん、え、じゃああいつどうやってこの研究所に入ってきたんだ。すっごいあのプル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 してるけど、残念ながら彼はあのなんだっけ、レベル1の腕輪をつけていないということで、残念ながらここから出ていくことができないという状態なんですね。じゃあ開けてあげましょう。あれ、出てきたー、出てこれた。さあ彼は一体どこまで行動範囲を広げることができるんでしょうか。さあこっちにおいで。いや本当に前も話したけど、このサーバードの中で話したけど、一番怖いタイプのゾンビこいつなんだよね。そのゾンビかけるハゲっていうのがすっげえ怖いみたいなね、話をしたことがあるんですけど、まあ、まさにそのタイプだよね。さあ、どこまで来るのかな。影がちらちら見えているんだけど、こっちの方まで行ったらさすがに来なくなるかな。出てくる。受付。ああ、こっちまで来るね。じゃあ、こっちは明るいところ。庭来るか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 来てるね。来てるね。来てるね。あれ、行動範囲はじゃあ、あれか。ドゥン。ドゥン。ドゥン。あ、え、あ、こら、あ、こら、2回。来れないみたいですね。残念。あー、なるほど、見えない何かがいるんだ。ここでドーンしたらいなくなってる。おお、びっくりしたー。お前隠れてたのか。やるな、やるじゃないか貴様。え、ちょっと待って、なんかすごいよくよく見るとこいつさ、ほら首のところが食いちぎられてるのかな。食いちぎられて、こいつ自身もゾンビにやられて、
やっちゃったみたいな、ゾンビにやられてやっちゃったって何、ゾンビにやられて死んじゃったみたいな、そういうあれなのかな。ねえ、だってほら首の下がさ、それからか、いろんなもの食べて血が滴っているだけなのかもしれないし、果たしてどうなんだろうな。開かないな、これ。あれ、お前が飛ぶんかい。生きてる。ごめんごめん、お前をやるつもりはなかったんだ。あ、やられちゃってんな。思いっきりとどめを刺しておきましょう。ということで、お邪魔しまーす。あいやー、いらっしゃいませー。おのこ知るのしまへんでー。学園長がいっぱい食べさせて死んでるからねーって。すげえ屈伸してる。よいしょー。はーい。じゃあ、ここで、あ、なんだ、お前が爆発したのと爆発物陳列剤。ということで、さあ、食べているのかなー。美味しくいただかれてますー。最新メニューご紹介ーさあ。まあ、ここでね、ケチャップマスタード等はね、やっぱかけ放題っていうところがアメリカの良さだったりするので、また大抵のこういうね、なんかね、最新のね、あのクラシックバーガーとか、そういうバーガー系、バーガーにあれだよね、ケチャップぶちまけるってあんまりないかもしれないですけどね。まあ、おお、やったカートリッジ。まあ、こういうところでね、いろいろとね、そうそう、アメリカに行くと皆さんね、あのいろいろとね、あの、まあ、例えばファストフードしかも中身入ってるし、カフィ、いやー、もうなんかもうウイルスでぬくぬくになって、ドゥクドゥクになってそうな気がするけどね。ここら辺はあれだから無料提供でも、さすがにここら辺の無料提供はしてないはずっすよね。まあ、多分いろいろと、これで、まあ、何セントみたいな、あの、50セントとか75セントとかで売ってるのかもしれないですけどね。まあ、今時でね、75セントって言ったらもう100円を超えてきてしまうからもうあれなんだけどさ。まあ、いろいろ食べてね。うん。アメリカのね、その飲食店なんかに行ったりすると、その、あの、ドリンクが日本よりもはるかに高く売ってたりするんですけど、あのね、飲み放題なんですよ。だから、あの、お店で2杯飲んで、で、かつね、あの、お店の外に出る前に1杯ね、マックスに入れてって、で、そこから出ていくってやったら、まあ、元取れるくらいかな。元取れるというか、元は取れないけど、その、日本で食うよりも、あ、じゃあ日本で飲むよりも安くなるかな、くらいな感じなんですよね。誰だよ、こんなケチャップべっちょりつけてさ。こいつにケチャップべっちょりつけて食べようと思っても無理だぜ、そりゃ。硬くて歯がカッチカチになっちまうもんな。歯はカッチカチだ。歯がガッチンガチになっちまうからね。うん。そんな残念な。いや、そういうことではないんだけど、そういうことではないんだけど。うん。まあ、ちゅうことなんでね。まあ、僕もだからマクドで5、6杯くらいね、あの、コーラとかコーヒーとか飲みまくってから出たりとか。カップは1個しかないから、まあ、残念ながらね。うん。まあ、すごい作りかけ。あ、そう。なんかちょっと前にさ、ちょっと前にさ、なんだっけ、ほら、あれ、うわぁ、もう、ちゃんと掃除しろよ、レストランなんだからさ。しかも、食いかけのやつがあるじゃねえか。うわぁ、ちょっとこれは美味しそうには見えないですね。コールドリンク、そう、うん。まあ、そんなのはいろいろ見どころあんな、ここに関してはね。もう、こんなさらけ出してるけど、こういうのは、あれなんか常温保存で大丈夫なのかね。うん。まあ、中にね、ビール瓶3本しかないからね、もうビール瓶3本で飲んだら終わり。ね、あの、スイーツと言ったらどっちって言ってて、パンケーキとフレンチトースト、今まさにこれパンケーキとさ、まあ、スクランブルエッグと、それからまあ、ハンバーガーと、あとフレンチトーストかな、これ。フレンチトーストっぽいのね、っていうのがあったりとかするけど、皆さんだったらどっちです？あの、なんか、なんだっけ、あの、ざわつく金曜日だっけ、あの、なんか、50代のおっさんおばさん3人が出てるさ、やつ。高島さんと長島さんと、石原さん3人が出てさ、高橋がいじめられ続けるっていう番組があるけどさ、そこでなんかあの、スイーツだったらパンケーキですか、それともフレンチトーストですかって。食べたいと思うのはどっちだったら僕はフレンチトーストだけど、スイーツって言ったらなんかあの、スイーツ、あの、パンケーキかける、なんだっけ、あの、フルーツっていう意味合いでスイーツっぽくなるのはパンケーキなのかななんていうね、あの、思ったりもしたけどね。うん。だからフレンチトーストはそれ単体でうまいみたいな、そんな感じのやつじゃないですか。はい。あ、間違えた。あの、組み合わせ。これ使えそう。この腕は焦げ。いいのかな？この腕焦がしといたら、ビートっていうのは眠りから覚めないで済みそうなのかな。ここら辺は一体どうなんでしょうか。オープンセサミするけど、中に入ってたろ。イェイ。これがあると、連続放電の時間が短縮になると。はい。ということでございますね。はい、じゃあ、ちょ、戻りましょう。はい。で、まあ、ここら辺はなんか、やっぱりね、眠るに特化した部屋になっているんだけど、ここはあれかな、やっぱロッカールームで、ここのシャッターが閉まっているのはあれなのかな、やっぱ自分で閉めてね、いろいろとピッ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 できるってことなのかな。まあ、相変わらず傘誰かが2本お忘れになっている。まあ、傘2本お忘れになっているというと、あ、これあれだな、なんか、ここ戻ってくるときに、死体があったら、ヒェーなんでって怖いってなりそうだな。しかも、この隊員はなんでここにいるんだろう。これあれか、あ、そっか、ね、ネストに向かってきて隊員するって。そうだ、そうだ。うん。あ、ビデオ全然ね、
あの、映したりしてないから、あの、一体何のこっちゃかわかんないよっていう状態になってるかもしれないですけどね。はい。じゃあ、レベル2に向かっていきましょうか。相変わらずちょっとお腹の痛そうな、あの、ブラックなんですけどね。まあ、仕方ない。あの、そこのレストランで食べた、あの、フレッシュバーガーが実は全然フレッシュじゃなくて、ちょっと、あの、当たっちゃってお腹が痛いよっていう状態になってるってことなんでね。はい、乗れ、ゴー。はい、はい。これが見たい方はね、あの僕のね、初めてバイオ RE2 をやってみてください。じゃあ、こっち行きましょう。ていうか、なんか今ね、ていうか、あの、ついさっきちょっとあの休憩があってらね、自分でね、あの、なんだっけ、あの、レコードを見てたんですよ。そしたらレコードを、見てると、まあ、雑にしかプレイをしていないっていうことが原因なのかもしれないけど、58個アーカイブがあるうちの51個しか見てなくて、7個もまだ見てないアーカイブがあるのと思って、まあ、それを探す旅なんかっていうのも、ちょっと知っていかなきゃいけないなっていうのが、ワンジ何あれあまあ猛省しなきゃいけないってことですね。はい、ということで、まあ巨乳が近づいて、でも全然揺れない、本当に全然揺れないね。色気もクソもないね。せっかく可愛い顔してるのにもったいないなね。でここでね、ジャイアントモスが出てきてくれたらななんて思ったりするんですけど、ジャイアントモスが成長しきる前にね、あの残念ながら、ね、彼らはあのこのサイズのままで、お亡くなりになっているという状態ですね。はい、でここが一体なんだ。ここはノース、イーストエリアで、あ、ロビー、何のロビーだっていう話だよね。うん。ここに別に誰かが来るわけでもないのに、ロビーも減ったくれもねえだろうがっていう、そんな感じがしなくもなくもないんだけど、まあそんな細かいことは、いちいち突っ込みを入れずに、いかないアイテムをここに戻しておきましょう。よいしょ、よいしょ、あ、ちょちょちょ、ちょちょちょ、よいしょ、よいしょ。これもいらないから、うん。で、これは合体させておきたいから、よいしょ、ほい。ほい、ほい。取り出して、合体デリン、かっこよくなるね。じゃあ、預けましょう。ラスボスあたりでこっつらをどこまでぶちのめしていくかっていうところだよね。まあ、楽しみにしときたいね。まあ、でも、とりあえず最初のボスはハンドガンだけでボコ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 やってみっか。どこまでいけるかってところだけどね。ここら辺のアーカイブは特にないのかな。まあ、待ち合わせと言ったらやっぱりコーヒーだもんね。で、相変わらずカップがあるんだよね。これ中身入ってる、これは。こっちは中身入ってないから。じゃあ、カップだけがいい。さすがに扉の向こう側には、弾は貫通しなさそうな状態ですけどね。はい。じゃあもう少しやっていきましょうか。いつもの僕だって、あ、セーブポイントがあった。じゃあ釘に。誰だよ、ここで飲み散らかしてるやつ。すげえな。しかも色がもう毒々しい。毒々しすぎて、もうなんか、果たしてこれ飲んでいいのかどうかわかんないってやつですね。で、これあれだね。あの、よくあるさ、あの、ネイチャー館のさ、なんか CBD オイルって言って紹介されてるやつの作りに似てるね。僕はあの、水虫を塗るための薬で、親父が使ってたやつによく似てるなって思ったやつだけど、ね。で、ここら辺のサイズがアメリカっぽいよね。これ中にね、あの、プロテインが入っててさ、で、あの、傾けて適当に使うみたいなね。で、いろんな雑誌が、あー、いたら、これ、勝手に開くんだな。これが近づいたら。で、まあ、いろんな雑誌があるけど、これなんか右下の方に、なんか、なんだ、なんとかティングアップ、なんとかティングライフって書いてあるけどね。うん、さて、ここら辺は特にリストタグをアップグレードするけど、ここに、見ていくようなものは特にないということで。いやー、これが真の壁ドンってやつですね。これがマスター。違うな、これこいつはマスターじゃないな。これでも中身のやつさ、完全にのっぺらぼうになってるけど大丈夫なのかなね。もう見る影もないくらいのっぺらぼうになってる。アクセスには上級職員権限が必要です。レベル3にならないとアクセスできないんだとか。あったまえ、こっちに今なんか人の影っぽいのが映ってるけど大丈夫かな。じゃあ、燃やす。ジューシー。もう完全に言い方が中二病っぽかったですけどね。はい、ここ培養室ということで、向こうの方側に行くとね、なんかね、立ち上がれガンダム燃え盛れ。ここは何の部屋？ここは、名もなきファラオでございます。名もなきファラオが、焦げて完全に、これでもともとは人だったっていう扱いなんだよね。うわぁ、いろいろとあるわぁ。燃えてるわぁ。上から落ちてきそうな気がするけどね。燃えたり、ラジバンダリしてるけど。ねぇ、こんなバイオスって、ここからあれだね。ここからあれだ、あの、ドラムとかね、タンバリンとかが生まれてくるんで、それはピッコロ！緑のピッコロ！こんな感じがするけどね。いや、にしても、ここまで人は、だからあれだろうね。多分、あの、ここまであのガリッガリになっちゃってるの。うわ、すごいなぁ、バイオ液。ここまで多分ガリッガリになっちゃってるのはあれだね。植物に養分を吸い取られ続けてしまって、こうなっちゃったよっていう、そういうオチなんだろうね。まあだから皆さんあれですよ、植物と共存するにはやっぱりね、あの、どちらかが搾取しないと生きていけないっていう状況になっているっていうことだから、ね。薬液を散布します。ここで薬物を散布したら、うっしゃー元気になったぜーって言ってね、急に足が生えてピロピロ歩き始めてるやつがいたりとかするから、そこら辺で注意しなきゃいけないですけどね。で、なぜ貴様いるんだっていう話になってる。
で、まあ、成功法で行くならね、普通はね、あのね、あの、ここをね、もう今すぐに設置みたいな。成功で行くはんならね、じゃねえよ。間違えた。成功法で行くんだよ、俺は今から。で、ここでね、なんかね、誰かがね、ゲロった跡とかあったりするんですけどね、まあ、そのゲロった跡なんかっていうのも、やっぱりね、こう、いろいろとね、あったりしちゃ困るから、まあ、上の方で行く。今ので落ちたりしてないから大丈夫かな。はい。こいつが一番怖いからね、今回の敵の中で、あの、もしね、こういうね、跳ね返すためのね、武器を持ってなかったらね、一撃で終わっちゃうからね、燃えてる。いない？いる？あれ？こんだけだったっけ？もっと、あ、いるね。超いるじゃん。これ、ここら辺でこっちでどうのとかって欲しい。ああ、普通に、普通にだ、じゃあやっぱりあれだ、直接、撃たない限りあれだな、燃えないのか。ああ、そういうことだね。やっぱそうだ。いろいろ、いろいろなんか一撃を撃ろうとかするけど、ブーブー。はい。残念ながら、あの、直接ぶち込まない限りは燃えないということでね、まあ優しい設計になって、いや、優しくはね、シビアな設計になってこれ。本気なの？で、ここら辺で、なんかこの中からさ、いろいろとこう出てきそうじゃない？やっぱり、なんかいろいろね、グエーって言ってさ、中から、なんか、こいつら自身がね、もうプラント42、43、44と5はどこ行ったんだってね。プラント41までの奇跡はどこなんだっていう話なんだけど、これとかこっちゴーって言ったらもう破壊してどっか飛んできそうな気がするけどね。焦げてるー、落ちてこない。これは本当に行ったりしないんだよ、かわいそう。さあ、ということで、記憶力を試す時間がやってまいりました。あなたの記憶力は一体どこまで見てみましょうということで、はい、横棒2個ちょんちょん。もう多分覚えられないですね。はい。まあ、なんかちょっとギリギリ覚えていきましょうか。なんか、あの、硬くて太くて、あの、たくましいのが2本ちょんちょんってなっているという状態なんでね。まあ、それでなんとかやっていこうということでございます。さあ、じゃあ、これ、こう、チロ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 の、チロ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 チン。でん。これ、ティン。ピコン！オッケー。あ、なんか意外といけたな。まあ、横並びだったからってこのままかもしれない。なんかこういう図を見るとさ、あの、バイオハザード1、あの、映画のバイオハザード1に出てくるさ、なんかゾンビが、うおーって歩いてる時に出てきたりとかする。あの図に見えたりとかするよね。はい。じゃあ、どうしよっかな。これも向かっていく？まあ、たまには、あの、たまには、あの、長くなるパートもあってもいいかもしれないですね。まあ、だいたいいつも15分くらいとかでね、バイオハザードをやる方としては、短いパートばっかり上がってってるからね、たまにはこう、ちょっと長くね、あの、いろいろ一周くらい回るような、あの、チャートがあってもいいかもしれない。チャート？パート。うん。もはや、パートとチャートが言えなくなってね、もう、あの、観光ツアーとは言って、どこに行ったんぞやーみたいな状態になっちゃってるんで、ね、はい、じゃあ、こちらの方向かっていくとね、いろいろとね、あのね、あそこでね、持ち散らかしているね、研究員さんたちがたくさんいらっしゃるということでね。おはようございます。ごめんなさい、起こしちゃいましたね。すいません、しっかりとしっとくれていたのに、そんな起こしてごめんなさい。許して、上の方から脳天ただ漏れ返しているということで、ああ、こっちに向かってくる。じゃあ、あなたになら抱かれてもいいかもしれないけど、やっぱり無理。女でもゾンビは臭い。あなたに抱かれてもいいかもしれない。あなたにも抱かれてあげましょう。やっぱ無理、臭い。死ね。あ、二人とも仲良く飛んできたね。はい。なんかすっごいくだらない、あの、遊びをしてたんですけれど、まあ、そんなこともあるよということで、許して、死んでようということでございます。ところで、そっちで寝ている彼は起き上がるのか？ツンツンしてみましょう。あ、間違えた！なんかバキーンって起き上がってきた！なぜか、なぜかすっごい元気。いやー、でもちょっと、彼が一番抱かれたくないな。うん。一番抱かれたくない彼、ブンブン。ほら、すごい元気。元気だねー。なんか、すごいブルブルしてるけど。いやー、痙攣してるけど、いや、首がちぎれそうなほどまで伸び伸びしてるけどね。ああ、落ち着いた。あの、落ち着ける場所、ポジションを探していたのかもしれないですね。ああ、で、相変わらずここにも。でもここにさ、いろいろさ、なんか、こう、ケチャップみたいなのが置いてる。これ、なんか食えるもん。ああ、なるほどね。なんかスナック菓子とかが置いてあって、それ、あの、食べてねっていうあれだったかもしれない。残念ながら、あの、スナック菓子を食うほどのね、あれはなかったかもしれないですけどね。さあ、これで、テトリスという状態ですね。テトリス、DNA を20、まあ、で、彼はに関しては、あの、起き上がることもないままね、お亡くなりになっているという状態なので、非常に申し訳ないというね。まあ、ここにいろいろね、掲示板があったりとかするんですけどね。さあ、出てくる前に、から出てくる前に。ごめん、焦げた状態で出てきたぞ。あれ、もう一体、めっちゃ元気ーと思ったじゃん。くるん。すげえな。新客じゃん、もう。
そう、すーごい伸脚してるね。いやすごいな。プルン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 。あ、伸びた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 。はい。じゃあ、上登っていきましょうか。ね、こちらの方でね、いろいろな掲示板とかがね、プル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 とかあったりとかしてね、なんかさっきね、あ、ちょっと待って、これね、白、緑、黄色、白、白、ちょっと待ってね。白、緑、黄色、白、白、白、緑、黄色、白、白、白、みんな覚えてると思う。白、緑、黄色、白、白、白ということで。そうなってたとしたら、多分ね、あっちに飾ってるのと、こっちに飾ってるの一緒ですね。はい。白、緑、黄色、白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 、緑、黄色、白、白、白。はい。カプコンさんのね、駐車場の時にさ、あったじゃないですか。同じナンバーのパトカーがたくさんあるっていう、この掲示板全く一緒だったんでね、はい、それは本当に良くないような気がするんですけどね、これちょっと覚えたな。あー、クッシング、新脚運動してますね。はい。生きてないね、残念でしたね。はい、で、ここにまあいろいろ段ボール箱とかがね、あったりとかするんだけど、あー、出た。で、白。緑、黄色、白、白、白、緑、黄色、白、白。ここら辺も一緒だったね。はい。動くないね。これやっぱ一個一個のね、やっぱりね、再利用じゃなくてさ、こう、ね、たくさんのね、その、バリエーションがあるからこその、やっぱりね、楽しいあれなんじゃないかなとかって思ったりするけど、ねえ、あ、女さんが足ちぎれてこっち飛んできてる。こっち飛んできちゃったよーって、ぴょん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 ってやってるんですけど、はい、こっち開けていきましょう。で、これを、はい、こっちで、まあ、ここ、あ、なんだ、なんかあった。あ、違うな、誰かが残したのよ。みんな果実になった。たまわりになった果実ちゃんから。美味しいよね、果実ちゃんね、ケロケロってしたらね。でね、やっぱりね、さっきちょっとプリプリってしたところがね、だんだんね、柔らかいのがね、熟してくると、硬くなってくるからね。普通はね、硬いものがね、だんだん熟してくると柔らかくなってくるんだけど、その逆なんだよね。はい。ということで、インスリンを刺そうと思っているところで、一旦ね、区切りの良いところまで来たので、ツアーガイドとしては以上とさせていただきます。今回の、ね、やっぱ一番の発見は、本来だったら、ね、別々のものが掲示されて叱るべきなのに、うん。なぜか同じね、白、緑、黄色、白、白っていう掲示板がたくさんあったということですね。はい。カプコンさんのちょっとした、まあ、手抜きというか、まあ、開発のね、軽減負荷をするためのものっていうところがあったということで、まあ、新発見でございました。ということで、多分あそこのピコ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 鳴ってるのもね、なんだっけ、食堂にあったピコ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 同じかもしれないね。はい。で、下の方はピコ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 してるんですけど、上の方は全然ピコ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 やってないということで、光の反射とは一体何ぞやということなんですけれども、まあ、そのあたりは、あまり突っ込まないであげた方がいいかなというところですね。ということで、本日の動画は以上とさせていただきたいというふうに思います。また次回のツアーガイドでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。チャンネル登録もよろしく。